久保さん、ありがとうございますいやー、すごいっすね、あの、この統一教会っていうのはね、なんかいろいろ出てきましたけど、今、ニュース見てるんですけど、なんかあの、結婚式とかも、なんかあの、強制で別にあるらしいっすね。もう結婚し、なんだ。なんか、すごいっすね。<laughs> まあいろいろあるもんっすね。 いろいろあるもんだなぁ。今回はね、ええー、も,も、もにしましょうか。も。なんかね、朝起きたらね、お問い合わせがあ,ありました、久さん。最近稼ぐ力が落ち始めたので、吉谷さん生活イメージしてモチベにつなげたいです。なので、できればルームツアーよろしくお願いしますはい。なんかモチベーションが上がらないみたいな。<laughs> モチベーションが上がらないらしいですよ、久保さん。なんかね、モチベーションっての、ね、は必要ですか必要なんでしょうね。モチベーションがあろうがなかろうがやるっていうのはね、大事なんですけどね。モチベーションのせいにするというかね。まあ、動画撮りますけどね。まあ、このモチベーション。モチベーション上げるために <laughs>。今から動画撮ろうかなと思うんですけどね。 あの、ルームツアー、ルームツアー。このパンツ、パン、パンツいいでしょ生々しくて。だからね、乾燥機やろうと思ったんですけど、まあ、乾くかなと思って。乾いてないですね。<laughs> 乾いてないな。乾燥機やればよかったな。あの、なんだ。あの、30分で100円だったんですけど、乾燥機。と乾くと思って。まあ、あええか、と思ったら、ね。 乾かないっていうあの待つのもめんどくさいんですよね乾燥機取りに行かないといけないしなんでそ干し,したら間に合わないですよこれどうしようかなご、はい、さんモチベーションどうすかねモチベーションと関係ありますかね僕は僕はあんま関係ないと思うんですけどねうん モチベーションに左右されてたら多分仕事できないんですよ。モチベーションちょっと上がらないんで、上司会社休んでいいすか今日みたいな。僕吉谷さんみたいにモチベーション高くないんで、定時に上がっていいすかみたいなね。<laughs> 久保さん。いや、久保さんみたいに僕あの、麻雀店のオーナーじゃないんで、そんなモチベーション高くないんで、僕バイトなんで、帰っていいすかみたいなね。い <laughs> ってらっしゃい。